まあ、文章を書いていたんですけれども、311前までは。でもやっぱりこの311の凄まじい現状を表すには文章だけでは足りないなということで、映像を撮り始めたっていうのがきっかけですね。まあ、日本人っていうのはこういった災害とか飢饉の時にはなんというかお祭りをするっていうふうなことが昔から習わしであったようなので、今回お祭りを撮影するきっかけだったんですけれども、やっぱりその自分の地元から何かそういう明るい話題を提供できたらなっていうところもありまして、今回自分の身近にあるお祭り福田十二神楽を撮影したいなと思って撮影を始めたっていうのが一番ですね。焦点をこうものすごく絞って映像撮りに来てらっしゃるなって、テーマもガチガチに決めちゃって撮りに来てるのかなっていうふうな印象はありますね。まあイアン・トマス・アッシュさんの HBC とか、まあ、放射能被害、具体的に放射能被害はあるんだっていうふうなことを伝えるメディアもあれば、そういうふうに白黒つけない朝日座のような一種映画館を巡った南相馬を舞台にした映画、もしくは岡達也さんという方が撮られた南相馬市僕の町の住人などの映画もありますし、こういう白黒をあまりつけない映画もありますし、僕はなんかこうもう少し開かれて、もう少しこう多様性を感じてほしいなと、多様な福島があるなっていうふうなことを感じてほしいなっていうふうに思って制作をしています。自分の自宅の前がもう自分が育ったところだったんで、で僕の家は助かったんですけれども、その育ったところがなくなってしまったという、そこがやっぱり大きな自分の中で動機が、映像を作り始める動機ができているところと思うので、それから出発しているんで、やっぱりどうしてもそこから始めて、どんどん何というか外の方向に広げられたらなというふうには今思ってるんですけれども、まずとりあえず外の方向よりは今自分の持っている内側の方向、内にあるものから始めたいなというふうな気が今はしています。